中途半端に行くなよ。徹底して近めやね。まっすぐ空振り変わっています。初球空振り、2球目空振り、これも栗原に対します。3球三振、初球空振り、これも空振り、ツーエンドワン。山がマクレーンを追い込んでいます。見逃し三振、2安打。結構ね使えるんですよね、遅いボールっていうのはね。はい、でいいと思いますよ。そのボール、はい、空振り三振、素晴らしいまっすぐですよね、はい、あのこの場面でもう本当に勝利まであと1人。2番三振、逃げ切りました藤川。抑えました、藤川球児、2人目中島を迎えています。徹底して相変わらず外、まあ配球さすがですね。今4位広島は今日敗れています。先ほどフォークボールが高めに浮きました。なるとしたらフォークボール、空振り、いる今江です。バッターは4番のカブレラ、初球150球、ランナーはスタートを切りません。カブレラは空振りで通算と思うんですけど、はい、この回心の中で藤川もこれ投げてると思いますけれども、151キロです。空振り、強い、
げた1球。名古屋道、さあ力と力の勝負。こちらも力投を見せました。技術を残しています。来年どうだ、アウトサイド低めは、近めの球はバットが回り、早くトップ作って。テントラさあまたジェニー・テントラ空振り三振。初球西フォークだ。ここでのフォークなわけですね、バッまっすぐ空振り三振。ところが入っています。ストローホームランにあと1本と迫った気を、ストレート勝負にこだわるようになります。藤川球児テキットしなかった藤川久保田が去年は怪我で揃わなかった JFK、 今年4対2で逃げ切り勝ち。ワンアウトになりました。藤川球児2人目中島を迎えています。徹底して相変わったから中日。